はい、こんばんは。つぐきです。今回はまあ、速報なんですけど、はい、あのー、ね。今日はあのー、神奈川県の海老名市っていう市があるんですけど、そっちの方の海老名市長選挙がまあ、今日投開票だったんですね。はい、まあ、これであのー、まあ、3人ぐらい立候補していてですね。あのはい、もちろん、あのー、nhk から国民を守る党の立場の高橋さんも。 立候補してるんです、ね、まあなんですけど残念ながら、まあ、落選したっていうことではいまああの現職のですね海老名市長の方ですかねこの方としかはい無所属の現職の内野さん内野勝さんですかねまあそのちょっとかちょっと間違ったらすいませんね <laughs> はいなんですけどその内野さんがですねあの5000なんですけど 当選確実だったんですねまあ残念ながら立花さんは落選したっていうことなんですけどはい残念ながらまあまあ確かにまあ僕予想したんですけどやまあこれ落選するなと思ってたんですね立花さんねはい <laughs> まあ思ってたんでまああんまり落ち込んで落ち込んではいないですけどはいまあた確か立花さん ね、エピヌの市長になってですねまあドバイにするとかも言ってたんですけどね <laughs> はいまあ僕個人的にはですね立花さんはやっぱりね国政に行った方がいいと思うんですね、はい、あの国会議員ですねやっぱね衆院選があるじゃないですか衆議院議員選挙、はい、にあの立候補していただいてですねそっちの方にまあ当選したらいいなって 僕個人的には思いましたねえびナ市長になるよりかは僕的にはやっぱあのまあ花さんもやなんか全然そんなにもどっちこんでいうないのではいまあ落選するって分かってて、まあ、多分立候補したのかもしれませんね立花さんはあの政治家になるよりはまだ選挙でなんか。 やってってていいいたた方がなんか本人にとってはいいみたいですからねどちらかというと立花さんはあの政治の活動家ではなくてですねあの政治家とかではなくて選挙家なんですよね選挙活動家でもあり選挙家っていうか <laughs> まあ選挙家っていうのはないんですよないんですけどねそのとはないんですけどまあそんなみたいなものですかね立花さんははい <laughs> まあねまあこれで特に N 国アンチの方ねアンチ立花隆の方は多分喜んでると思いますけど喜ぶのはまだ早いかもしれませんよはい <laughs> まあ衆院選とかがあるのではい、まあ、そうなんですけど多分立花さん出ると思うのでね衆院選もはいっ、まあ、てなわけで今日はあの N 国党の立花隆さんですねまあ海老名市長選挙に落選してまあ 内野さんが当選したことについてのお話でしたご視聴ありがとうございましたでは失礼します